テソン駅は、宮城県宮城郡松島町でソンアザウバラ先にある、東日本旅客鉄道線石線の駅である。日本 3K、松島の一角に位置する。松島湾の一部を構成する入り江、テソン浦に突き出した岬の上に当駅は作られ、1928年に、宮城電気鉄道の駅として開業した。高城町駅との間の線路は、テソン浦上を横切るように設置された。 1944年に国有化され、潜石線の駅となった。1956年より、駅周囲の手倉村,村を干拓する工事が着工し、縦崎と仙神とをつなぐ、潮受け堤防が築かれた。干拓事業は1968年に完了し、当駅は海に囲まれた状態から一面の田んぼに囲まれるようになった。大工バス乗り場単式ホーム一面一線を有する。 地上駅である。仙台方に、構内踏切があり、線路を挟んだ反対側の道路からの出入りとなる。かつては、相対式ホーム2面2線の構成で、駅舎も存在していた。松島海岸駅管理の無人見駅。ホーム上に、簡易水下改札機と乗車駅証明書発行機が設置されている。また2015年5月29日まで。 運行されていた代行バスの乗り場は、駅南側の県道沿いに設置されていた。2004年度の乗車人員は1日平均14人であった。以下の表に示す乗車人員数は推計値である。また、翌年度以降については、正確な数値がつかめないことにより公表されていない。ありがとうございます。